北斗市。北斗市は、山梨県北西部の国中地方に位置する市である。山梨県内の自治体として、最北端にあたる。平成の大合併により、山梨県北駒郡に所属する八町村のうち、小淵沢町を除き、長坂町、高根町、大泉村、白州町、向川村、須田町、明野村の七町村が合併して生まれた市である。残った、 小渕沢町も後に同市へ編入されたことにより北駒郡は消滅した。市名である北斗は植物の山梨を意味する森から山梨県森の北部という意味を込めて命名された。しかし山梨の由来は山を鳴らすが添加したという説が有力で山梨説は弱い。北斗市の名称が採用された背景には 旧自治体感での駆け引きがあった。いずれも譲らなかった結果、地理的、歴史的、文化的な由来が全くない完全な造語、随称地名である、北都市に決定した。山、赤岳、阿弥笠山、権現岳、貝駒ヶ岳、地蔵ヶ岳,岳、茅ヶ岳,岳、水垣山、金峰山、国志ヶ岳、釜梨川、小深沢川,川、大深沢川、高六川、 鳩川、小城川、名水百選、神宮川、塩川、須タ川、正武川、大竹川。気候は、標高差が非常に大きいので九町村単位で大きく、異なるが、全般に一部を除き積雪も少なく、日照時間が長い太平洋側式の内陸性気候という共通した特徴を持っている。旧高根町の清里高原など標高1000メートルを、 越える八ヶ岳山陸地域は、阿寒大湿潤気候に属し、清里駅付近の1月の平均気温は約、約マイナス4度、8月は、約20度、厳冬期には低、摂氏20度前後まで下がるなど、北海道並みの高である一方、標高500メートル前後と市内でも最も低い、市役所近辺や旧明野村の中心集落地域は、より、甲府盆地の気候に近くなる。 市内で唯一アメダスの気温観測が行われている地点は旧大泉村にあり標高が867メートルほどであるが斜面にあるために冷気が溜まりにくい斜面温暖帯のため標高の割には比較的温和であり一概に冬の寒さは標高に比例するというわけではない特に放射冷却時においては逆転層により標高の低い方が冷え込むことも多い 全般に八ヶ岳南北斜面に位置する地域よりも西側の旧小渕沢町の方が寒さが厳しい。下記は標高の低い南東部では盆地特有の暑さもあるが、それ以外は冷涼である。国による次世代省エネルギー基準によると旧小渕沢町が最も寒く北東北地方並みの気候で、それに次いで旧長坂、高根、大泉、白州、 向川の各町村が南東北地方並みの気候、旧分けの村は日本一の日照時間を誇ることもあり東京などと同様の気候に分類されている小淵沢町気候の項目より、気象はさらに異なり、同一町村内においても天候の違いや降雨量、降雪量のやもめが生じることもしばしば見られる。また、旧、小淵沢や旧大泉村や旧長坂町では強い。 冬型の気圧配置の時に最新雪雲が流れてこむことがあり、案外雪日数は多い。2010年2月1日現在、49,314人。明野町、旧明野村、須多町、高根町、長坂町、大泉町、旧大泉村、小渕沢町、白州町、向川町、旧向川村。町名以下の大ざについては、下記の通り。 当市は、北駒郡八町村が合併し、山梨県内最大の面積を持つ。そのため、住所の表記には、上記のように、旧町村名から来る町名を付している。しかしながら、合併特例区や地域自治区といった、法所定の住民自治機構は置かれていない。北都市の財政力指数は0.44、2012年度であり、 全国市町村の平均0.49よりやや低い数値となっている。また、実質交際比比率は15.5%、2012年度と、被災の発行に県知事の許可が必要となる18%は下回っているものの、全国市町村の平均9.2%を大きく上回っている。これは、主に合併以前の宮町村において作られた。 借金は合併後まで影響しているものである。このため、市は財政の健全化を最重要課題と位置づけ力を入れており、最近では被災残高の減少、基金の積み増しなど財政状況に改善が見られる。なお、北都市は赤字団体であると評されることがあるが、実際には実質収支が赤字に陥ったことはない。合併以前の拡張村における 財政力指数の値は以下の通りである2003年度の数値。このように財政が比較的健全であったと言える自治体は大泉村と小渕沢町の2町村だけである。現在の地域が成立したのは2006年であるためデータは当時の北都市と小渕沢町の数値を合計したものである。出典総務省、統計で見る市区町村の姿2006 ブルーベリーの生産量が多いことで知られている。特に山梨県北都市、東京都小平市、茨城県つくば市が日本三大ブルーベリーの地として有名である。また国内最大級となる東名専用の植物工場がある。現在の地域が成立したのは2006年であるためデータは当時の北都市と小淵沢町の数値を合計したものである。出店。 総務省、統計で見る、市区町村の姿2006。市内には、街道が通っているが、それぞれの街道沿いの村々は、七里岩の断崖によって遮られていたため、土木技術、輸送技術が進歩を見る近現代まで、地域としての結びつきは、同じ街道を抱く、村道のものに限定されていたといって良いものであった。そのため、辺り市は大きく、八ヶ岳山麓の長坂町、 大泉村、小淵沢町、高根町、貝駒ヶ岳山六、釜梨川流域の白州町、向川村、そして茅ヶ岳山六、塩川流域の須玉町、明野村、高根町の三つに分けることができる。高根町は、作公州街道が走り、八ヶ岳、塩川流域両地域との結びつきがある。実際、このように区分された三つの地域は、 それぞれ内部において合併の行われる以前から結びつきが強く町村組合を形成し病院や学校などの共同運営に当たっていた。しかしながらこの三つの地域の枠を超えた交流や結びつきは地形的な減らたりもあり合併まであまりなかった。市街地は各町、村役場、現在は北都市役所の支所周辺を中心に形成されているため、 北都市としての市街地の連続性は極めて低い。市内にはいくつか鉄道駅が存在しているが、駅前に市街地と呼べる状況が存在しているのは小淵沢駅、長坂駅、清里駅だけである。日の春駅は七里岩の狭まった部分に位置しているため駅前の土地が不足しており、駅前を走る主要地方道17号地の北都にらさ崎線の拡幅にも困難をきたしている。 また、海湖泉駅、海王泉駅は周囲には、中小規模の集落が存在しているのみである。ただし、市街地が点在している都市においても、長坂駅から、中央自動車道長坂インターチェンジを経由し、旧高根町役場に至るまでの地域は、例外的で、比較的市街地が連続している。八ヶ岳の東高線に沿って東西に、なだらかな地形を形成している。この地域は、 近年になって、主要地方道32号長坂高根線を代表とする長坂インター周辺の道路整備が進んだことにより、道インター周辺に県内大手スーパーやホームセンタードラッグストアなどの出店が相次いだ。現在では長坂インター周辺が北都市としての実質的な市街中心部、中心商店街の役割を担っている。 現在の地域が成立したのは2006年であるため、データは当時の北都市と小淵沢町の数値を合計したものである。出典、総務省、統計で見る、市区町村の姿2006。北都市は、私立山梨公用病院と私立、塩川病院という二つの私立病院が存在し、これは山梨県では唯一の例である。合併した。 旧町村の組合から引き継ぐ形で存在している山梨工葉病院は、旧長坂町、根町、大泉村、小淵沢町の四町村による組合率、塩川病院は、旧須多摩町、明野村による組合率である。しかし、市の中心駅は長坂駅だが、ほとんどの特急列車は小淵沢駅に停車する。当市の主要道路は、 甲府より至る甲州街道がにらさけをように三つに分岐して、おののが平行する形で市内を貫いている。一つは、釜梨川に沿う甲州街道、原国道20号線。二つ目は、八ヶ岳南陸の大地である七井岩城を走る、ヘミジ及び、新州王館、原州要地方道17号線。三つ目は塩川に沿う、佐久甲州街道。 原国道141号線である。高速自動車国道、一般国道、主要地方道、一般県道、韮崎市を含めたか行地域では、一般県道は600番台の数字が用いられる。広域農道、道の駅、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。